スターウォーズシリーズスターウォーズ登場人物一覧 R2D2R2D2 はアメリカの SFA がスターウォーズシリーズに登場するキャラクターである。R2 という愛称でも呼ばれる。宇宙用のアストルメクドロイドであり C-3POO の親友でもある。スターウォーズで関連商品が最も販売されたキャラクターである。 宝から発売された全米歩行の R2D2 は、ジョージ・ルーカスもお気に入りであり、またイルムでも大変な人気となり、会社で丸ごと1000個単位の注文を出し、社員や関係者や友人に供給したほどである。R2D2 は、ナブル王室専用機に備え付けられた、宇宙船や電子機器のオペレートを主目的とした、アストロメクドロイドである。インダストリアルオートメートン社製。 高度な電子頭能を持ち、宇宙船などの操縦、電子、機械修理から、ソフトウェア広報ナビデート、機関制御、暗号解読から、クラッキング、ホログラム映像の録画再生や送受信及び、転送、膨大な量のデススター設計図を丸々コピーするほどのメモリー能力など、様々な機能を持ち兼ね備えている。真空の宇宙空間から灼熱の砂漠や、極寒の雪原、 果ては水中まで高い環境的応力で活躍できるように設計されている。そのホディのコンパクトさにもかかわらず装備も非常に豊富である。手の代わりとなる2本のマニピュレーターはもとより、ホロプロジェクター、電気溶接機やサーキュラー層などの各種工作機械、標準仕様の汎用通信ソケット、ペリスコープ、信号受信用、パラボラアンテナ、消化器、 さらには自衛用のスタンガン、飛行用ジェットを搭載した、高圧力ブースターまで搭載している。さらには、頭部を伸縮させる機能もある。それでも、なお余剰スペースがあり、ドリンクディスペンサーや小型の射出用コンテナなどを搭載したこともある。これらはもともと装備されてはいなかったが、持ち主が変わっていくにつれて追加されたり撤去されたりした機能も含まれる。 基本的に三本足に装備されたキャタピラで移動する。段差の低い階段の上り下りも可能。無重力の宇宙空間でも、脚部を船体に吸着させて、自在に移動してみせる。動力は電力で定期的に充電を必要とする。主電源は手動で切り替えねばならない。人間や他のドロイドが喋る自然言語は理解できるものの、様々な音程からなる。 電子音による機械語しか喋ることはできない。翻訳をするプロトコルドロイドは大抵は相棒の c 3 p o が務める。しかし音階を自在に操ることで c 3 p o の助けがなくてもある程度の意思疎通は可能である。また、X ウィングなどの戦闘機に接続される際は自然言語の文字表記で話すこともある。なお、 作中で最後の所有者となった、ルーク・スカイ・ウォーカーは、C-3POO の通訳なしで R2D2 と意思を疎通させる描写がある。作中では、小さなボディに、不適な精神の宿る活躍ぶりを見せるものの、その実寂しがり屋なところを見せるなど、人間の介する言葉は喋れないが、なかなか豊かな表情を見せる。時々、 感触を爆発させることや C-3PO を怒らせる、毒舌発言もあるようだが、基本的に礼儀正しく忠義にもあちタトゥインの地に送られた際は、周囲の反対を押し切り、オビワン家の帯将軍を見つけ出すという、課せられた使命を遂行するために奔走した。嬉しい時は体を、ガシャガシャと左右に揺らすアクションを見せ、 危険な事態に陥ると、悲鳴のような感高い電子音を発し、その感情を豊かに表現する。また、高度な人工知能を有し、デジャリックと呼ばれるボードゲームも滅法強い。かれこれ30年来になる相棒 c 3 p o ともいいコンビで、人間化おまけの友情を見せている。スタンガンなどの自衛の装備だけではなく、内蔵する消火器の煙で、 追手の視界を遮り主人らの逃避を助けたり、内部のオイルを一面に紛失し、B にスーパーバトルドロイドラを足止めした上で、ジェットエンジンの火炎を浴びせ焼き払うなど、トリッキーな戦術を使い敵を撃退する。また、電源用ソケットに通信ソケットを間違えて差し込み、過電流によりオーバーヒートするなどそそっかしい一面も持っている。しかし一方で、 危機的な状況での主人の生存確率を計算して伝えるなどデリカシーに欠ける面もある。また物理的な弱点を挙げるなら簡単に転倒してしまうところが欠点。もともとはナブ王室の所有物であったが、その後宇宙船修理の功績とその勇気が気に入られたことが縁でパドメアミダラの個人的な所有物となる。クローン大戦の際、パドメは出生する。 アナキン・スカイウォーカーとの友好の証として、R2D2 は C-3POO と交換される。ジェダイスターファイターに搭載され、数々の戦地でアナキンの戦闘をサポートした。その後、双方の主人を失った後オルデラン王室に仕える、アンティリーズ艦長の手に渡った。エピソード3のラストで C-3POO が記憶を消去された際、R2 はそのままにされている。 宇宙船、タン探偵美ーデの任務の最中、レイアオーガナから、反乱軍の存亡に関わる重大な使命を与えられた R2 は、c 3 p o と共に、砂漠の惑星、タトゥインに漂着し、若き水分の古くスカイウォーカーと出会った。それ以来ルークは最も長い年月にわたって、R2 の主人となった人間である。多くの戦いで生死を共にした二人は、 主人とドロイドというよりもむしろ親友同士だった。ルークの X ウィングにあるドロイドソケットが事実上 R2 の指定席となっていたのも当然のことである。エピソード6の30年後が舞台のフォースの覚醒では主人であるルークの失踪以降何年もの間スリープモードとなっておりレジスタンスの基地で保管されていたことが語られている。 そしてルークの居場所を示す地図の断片のデータを b b 八が再生したことに伴って、スリープモードから復帰し、欠けていた断片を再生することで地図のデータを完成させた。続く、最後のジェダイでルークと久しぶりの再会を果たす。過去に弟子を失ったショックから心を閉ざして、ジェダイの道に転応感を抱くようにすららり、訪ねてきた霊に対しても、邪剣に接していたルークも、 親友である R2 との再会には心から喜び劇中で初めて笑顔を見せている。R2 から霊を時代として鍛えるよう説得されても初めは誇示していたが直後に R2 はエピソードを読んでルークの運命を変えるきっかけとなったレイアの救難メッセージのホログラムを再生する。ルークはそれに苦笑しながらずるいぞを述べるもこれによってようやく重い腰を上げ 例を鍛えることを決意するのだった。エピソード3直後が、舞台のスピンオフ小説、暗黒教ダースベイダーでは、以前の記憶が残っており、オルデランにやってきたダースベイダーに姿を見られないよう、C-3POO ともども姿を隠そうとする、描写がある。エピソード4では、窮地の中で戦友でもあるオビワン家の帯と、再会しながらも必要以上に絡むことがなかったが、 彼の反省を描いたスピンオフ小説、オビワン家の帯の伝説では、その点についてフォローしている。当初、R2D2 の姿を見たオビワンは、あの R2 とそっくりだと、内心喜びつつもさすがに同一個体とは思わず、彼を、落ちびくんと呼んで、親しげに接するだけだった。その後、レイヤーのメッセージを見たことで、 それが自分が知る R2D2 そのものであると気づいたが、ルークに父親の真相を隠すために、あえて他人のふりを続けたとされる。ルークとマラ・ジェイドの結婚式では、新郎の付き添い人を務めている。エピソード6の30年後が、舞台のスピンオフ小説、ダークネスと3部作では、クローン対戦当時の記憶が暗号化された上で隠蔽されているのが発見され、 R に自身も、そのようなデータがあることを自覚していなかったという、描写がある。この処置をいつ、誰が言ったのか、なぜ消去ではなく、隠蔽という形で残したのかについては不明である。この記憶を再生することで、ルーク・スカイウォーカーとレア・オーガナ・ソロは、母がパドメア・ミダラである事実と、父アナ・キンがダース・ベイダーとなるに至る真相を知ることとなる。 黒沢明監督を敬愛しているルーカスは自ら、スター・ウォーズエピソード4、新たなる希望のアイデアを、隠し砦での3悪人をもとに考えたと話している。スター・ウォーズの冒頭シーンやラストシーンも、この作品のそれを模したと見られる。c 3 p o と R2 の元ネタとなったのは、この作品の登場人物、太平と、また七である。 R2D2 という名前は映画アメリカングラフィティの制作の際に音響担当のウォルター・マーチがフィルムの2巻目に入ってる2番目の会話場面という意味でルーカスに R2D2 を持ってきてくれと言ったことに由来するルーカスがその五感を気に入って後年ロボットの名前に採用した新たなる希望では多くのシーンでケニー・ベイカーが中に入り操作をしていたが 帝国の逆襲以降は主にラジコンが使用され、ベーカーはほんの数シーンのみの出演だった。新三部作ではさらに高性能な究極 R2 が開発され、ベーカーは R2D2 コンサルタントという名義で表示されるようになった。電子音による機械語は R2 の音声について悩んでいた時にスタッフが冗談で発した赤ちゃん言葉がヒントになっていると言われる。 音響監督と編集のベンバートによれば、R2 の声はシンセサイザーの電子音と、彼による赤ちゃんの声真似を混ぜたもの、とのこと。青森ねぶた祭りの出し物に描かれた c 3 p o と R2D2 青森県田舎竹村の田んぼアートの c 3 p o と R2D2 また MIT ハックと呼ばれる。 マサチューセッツ工科大学の伝統的いたずらで1999年に同大の象徴であるグレートドームに R2D2 を模したデコレーションが施されたことがある。R2D2 はジョージ・ルーカスの友人であるスティーブン・スピルバーグが監督を務めたミッチとの遭遇に仮名を出演している。他にも2009年に公開された映画スター・トレックにも登場しており、 同映画の配給元であるパラマウントピクチャーズによって R2D2 を探せ、コンテストが実施された。ありがとうございます。